6番のプレイヤーは発言してくださいはい6番ですよろしくお願いしますそうですね私はなんだろう霊能は別に決め打ってもええかなって派ですねまあわからんかったら普通にロラはするんですけど普通にまあ、霊能の精査もしていこうかなって思ってますかね目立たないように目立たないようにの精査もしようと思ってますい以上7番 のプレイヤーは発言してくださいもしもし。 もしもし聞こえますか聞こえますか聞こえる聞こえる聞こえるあ、いるようになった。OK ですかね延長させてもらっていいですかダメですかあまあでも、一瞬目ですからね。一瞬目ですからね。えっ、ー、と、すいません。ログマさんの発言聞く限りでは、例のワンネット精査するという話だったんですけど、あの、命なし。あ、ど,どうぞ、すいません。えっ、ー、と、まあ、 延長したところで、ドログマさんの発言だけしか聞こえてないんで、えれ、ー、のは、えっ、ー、と、精査するっていう話。で、占いも、まあ、どっちかからか、から精査するっていう話だけなんで、何も色落ちなしですよね。これで色落ちできるんですか僕の位置で。うん。文化の色落ちなしでところ。えっと、やっぱり盤面が、あの、揃うことで何もできないかなと思っております。ちょっとマイク聞こえてたらいいんですけど、何やのかな調子悪いかなうん。えっ、ー、と、2周目ですよね。 うん、まあ、六番さんは、まあ、俺もそうやろうけど、占い師が出んことにはちょっとわからないっていうところがまずありますし、占い芸能が出てこんことにはもわからんっていうところがあるんでね、うん、2週目やと思ってるんですけど、うん、早めの1時裏返し芸能出てくれたらありがたいかなって、これで聞いておきます。以上です。8番のプレイヤーは発言してください。さいはい、裏返しです。5番さん、乱しろ。5番さん、乱しろ。把握、お願いします。<noise> えー、6番さんは例の決め打ち、えー、7番さんは早めに占いし、例の出てきてほしいということでした。まあ、特に7番さんも6番さん、色落ちなしって評価はその通りだと思ってます。TC、えーまあ、はあの基本的に出てほしいかなと思ってるけれども、あのまあ、3、1とか、ね、もしなったらば別に出なくていいかなとは思ってますね。 そうですねグレー詰めの盤面だったら必ず出てくださいとだけ言っておきますえー、まあグレー詰めさん頑張ります特に67は2周目かと思ってますので、えー、5番乱視を把握よろしくお願いしますうんってところがですかねはいもしも9番のプレイヤーは発言してください 思ったこと言います。えっとはまあ、8番さんが5番さん白で6番さんに関しては、霊能は決め打ちでもいいと思う。まあ分からなかったらローラーするんですけどねって言ったけど1、1日じゃ分かんなくない正直。だからどっ,ちどっちなんだろうな、この人はっていうふうに聞いてて、7番さんはまあ、なんかね、声入ってなくて、ちょっと焦ってる感じだったから、まあ、2周目落ち着いて話してほしいなって思って。 8番さんは若干気になったのがあって3一1は棋士出なくてもいいんじゃないかなと思ったって言ったけど3一1だった場合って棋士出して、えっと、霊能は守ってもらってグレーを占った方が良くない8番さん目線と思ったかな8番さん目線3一1の盤面で棋士を潜伏させる意味が分かんないなって思ったから死んだっっったたら周目頑張っててほししいい、かなって感じましたねはい、以上です1番のプレイヤーは発言してください。 はい、6番さんは進行論で、まあ、あれの決め打ってもいいという話ですかね、えー、特に色落ちなし7番さんに関してはまあちょっとね音声トラブルがあって焦ってたと思うんですけど、まあ、6番さんの印象ないってことで、まあ、ここも特に触れたことないかなと思います8番さんに関してはゴ四飛というところでえっ、ー、と3一だったらカリードまあでも 結局のところどっち目線も狩り出た方がいいんじゃないかなと思うんでどっち要素とも取れないんじゃないかなと思いますねそこはちょっと9番さんとは意見が違うかなっていうところですかね以上です 2>, 2番のプレイヤーは発言してくださいはい占い師です7番さんランダム白です7番さんランダム白うんと対抗の8番さん えー、今のところ、強、うん、人か狼かっていうのは、ちょっと判断はついてないですね。うん、で、まあ、6番さんから触れるとすると,、えー、と、決め打ちするって言ってたけど、分、まあ、かんなかったら終わらうって言ってたんで、まあ、俺は、うんまあ、印象良かったかなと思ってる。強、うん、人も脳線もあんまりないかなって感じしたから。 で7番さんは早めに出て、えっ、ー、と、そうだな。うん、なんかまあ村目線で越さず2周目頑張るのかなって感じがしてたんで、7番さんも印象がいいです。で、9番さん、えっ、ー、と、31で借り出すっていうのがね、ちょっと意味わかんなかった。あ一1番さん触れられない、2周目頑張る。3番、のプレイヤーは発言してください。さい <laughs> まあ、特に。 色落ちがしないっすねなんか盤面盤面というかなんか31で借り出す借り出さないとか言ってるだけなんで <laughs> うーんあ印象が悪いって言ったら7だけどね単純になんか延長していいですかって言って延長していいですかって言って延長して何も話すことがないって言うんだったらじゃあきれい <laughs> きれいよと思ったけど、ね、まあそれだけの印象だけですけど。 まあ自分の感覚感じたことはそれぐらいですかね。情報ロチは全くしないですね。まあ、2週目の占い師の発言とかを注視して、まあ、占い師が新郎だった場合ってそそ、そこを俺はそこの精,精査っていうか、そこのライ,ンラインで見て投票先を決めます。以上。4番のプレイヤーは発言してください。さいはいもうね自分占 はい、すランダムで6番三四郎ランダムで6番三四郎と出てますえっ、ー、とまあ3四郎になってスラがあるかどうかとか分かんないんだけどとりあえず3四郎ってこのまま残るとして考察するね自分は2番3の方をローで見てるかな理由としては6番三に強靱要素がないって言ってそれが全く分かんなくて例のにローが出てるように促してるようにも見えないかなと思って自分はそこまで深くは追わないけど強靱要素がないっていうのはおかしくないどっちかというと強靱要素あるだと思うんだけどなのに2が、えー、と6の強靱要素ないって言って なんで2が狼になるのって話だと思うんだけど狂人って結構グレーとかに狂人塗りしたがると思うんだよねだからなんかそこが2番さんの狂人要素がちょっとあんまないかなと思ったところですねなんで2色を8強で見てるかなで9番さんがちょっと白いかなと思いましたね理由としてはえっと自分目線今8強で見えていて仮に8強だった場合って9目線は8を真に見えるんだよそこであそこまで叩くかなと思ってあのー、8番さんのあの発言って信仰論だからすご,すごっ 5番のプレイヤーは発言してください,ださいはいえっ、ー、と例のではないので6番さんの発言回ってた瞬間に例の人は必ず C をしてくださいねえー、っと824で比べれば新ギル進行でいくのであれば2番が一番新議もないかなと思ってるかな2番っていうのは6番と7番に対して印象がなんかいいって話をしてで9番に対して話をしてる1番に触れ,れられなかったっていうことを言ってるんだけども 6番と7番って、特に6番って、例の話をして、7, ね、7番は延長して、あんまり何も6番に対しても触れてないし、そこで印象いいっていうのはどうなんかなって思ったけど、印象良さってあったって思ったけどな。逆に俺、6、7とかって、早めに聞いたときは印象がな、まあ、そんな悪い揺れだったけどね、どっちかっていうと。そういったところ、考え方が全然違うんで、2番のシーンっていうのはかなりないかなと思って、現状2番から行きたい。 6番のプレイヤーは発言してください2番が一番信ないかなって思ってるんだけどえ誰も突っ込まないってことは多分じゃあ私の勘違いなんかなあの2番って、まあ、5番さんとは違う論なんだけど2番さんって7白だよねこれ私が把握漏れだったらマジ申し訳ないんだけど2番さんって7白って言ってたように聞こえたけどあ,あこれ俺が把握漏れしてんの <laughs> ごめん、だったらごめんやけど、だから、イバンさんがなんか、6、7が、7の印象をつけてる時点で、おかしいやろって思ったんだけど、なんか、3、4、5、誰も飛んでないから、うん、多分私が2の売らない先を間違えてるのかな。<laughs> 私には、ああ、それは別に言わん、その発言で言ってほしかっただけだけど、別にチャットはいらなかったんだけど、だからなんか、なんで白出してるのになんか、制裁入れてんだろうって思ってるから。 普通に2位2世だなって思ってて345はその発言何も触れねえから俺が聞き間違えたんかなってめっちゃずっと言ったけどだよねだから普通に2が2世4が死んだと思ってます、はい、78に関してはまあなんかど出方がえっと潜伏とあとまあスライドなんではいあでもどうなんだろう えと8がまあ2世だった場合って、なんだろう。どうなんかな。まあ、とりあえず <laughs>、まあ、占い心理に関しては、まあ、4番の方が普通にんだと思っている。2番2世で。7、8に関してはもう発言聞いてからどっちから言いきます。グレーで気になると、ぶっちゃけグレーは色落ちしてるとこは特にないじゃないですね。まあ、私の位置から言うとあれなんですけど、はい。まあ、普通に芸能から手をかけます。はい。 7番のプレイヤーは発言してくださいはいはい聞こえますよね聞こえますよねはい、えー、言いますよえっ、ー、とね8番の素は意味わかんないですよね村目線っていうのは、えー、と8っていうのは、えー、3CO になったからってつられたつり気になってしまうからえっ、ー、と占い師つり気になってしまうからっていうところですらしたとしか思いません8の、えー、と8はロウやと思ってます8ローやと思ってます24のセンサーで言ったら24が芯がないよね 四、うん、進進行でいいと思ってます。二、う、四、ん、で、えっと、二が、えっと、多分強進なんかな。だから、だから八、だからこそ八はえスライドしたいと、は思ってます。うん。だからこそスライドしたいと思ってますよ、僕は。うん。だから、今日は八番を落として、えっと、それでいいと思ってます。カリウダさんは出なくてね、うん。って思ったらいいと思うんですけど、ね、どうなんですかね。うん。えっと、例のでいくらやったら、絶対八いってください。 えっと、占いでいくと2から行きます。以上です。8番。占いから行くなら2からできす、ね。発言してください。えーっと、今日7から行ってください。で、まあ、すらしたのは一かワンチャンあで,きできたらなと思っただけなんですけど。で、七ナさんは8ず、えー、りで、えー、何 信号はあんのか。四番が4の白先で、6番の、あのー、精査は真っ当だったからね、その反射的に4番が白く見える。真ングル内じゃないでしょ。で、2が偽で、相方なんですけども、27の囲い,いもうワンチャンあるんじゃないかなと思っちゃうぐらい、えーうん、ですかね。 でもそれはないか、評判が占うか。まあ、でも7番行ってください。2の信用ってないんであれば、もう7はもう片白どころか、もう占われてないっていう状態ですね。で、そうですね、9番は白いかなと思いました。え9番はあ3、1の進行に対して、まあ、それ、新占い師だったらあ、うん、占い師としてどうかしてるみたいな発言は、普通に。うん めっちゃ叩くわけでもなく、新占い師に対してア,バアドバイスをするような形で、えー、白いかなと思ったので、相方1、3、5番さんは、どうなんだろうね、俺が白。まあ、5番さんも4シーンで見てた方いるかなと思ってるんですけど、<laughs> どうですかね、1、3、2、1、2、3、あれはワンチャン7、7, 今日7からいってください。はい、以上。9番のプレイヤーは発言してください。 7、8どっちも新目ないから正直ローラーでいいんじゃないかなと思ってて、まあ、これ今2丁いっとくか、えっと7番に関しては8は釣り切り、えっと8をローだと思っているって言ったんだけど8ローだった場合って7番目線8番強に見えない。だって霊能から釣られるのは分かってるんだからさ。そこ、うん、はちょっとして合わないのと8番に関しては27の囲いもあると思っているって言った後に4が占うからって言ったんだけど、 4が占いからじゃなくて27が関わったら囲いがあったら7番って例の C をしなくないっていうどっちも目線が合わないなって思っててでまあその2番が7番をなんか白って言ったところにあ印象つけたところに6番突っ込んでたのは真っ当だなって思ってえただ4番さんでも分かんなかったのが9ローだった場合8を叩かないと思うから9番さん、なんか印象いいだっけ、なんか白い。 たかなって思ってて思るただ2番差の,その7番に対しての精査って方が臭いなって感じててだからどっちかって言ったら24だったら2の方が2攻めかな5番に関しては2の進っていうのはかなりないと思ってる、まあ、普通の考えだと思ってて3番差に関しては申し訳ないけど <laughs> あのメモを忘れてたんで2週めちゃんと聞きますうんであと1番差に関してはえー、っと 7、6が色落ちなし7も色落ちなし3、1だったら狩りはどっちでもいいと思ったから9とは目線合わなかったっていうんだったらそこに突っ込んだ9番さんってのはみたいなそっからの考察とか欲しかったかな。3、1だったら普通に狩り出た方が強くない絶対に強いと思うんだけどな弱い盤面が分かんないんだけど破綻とかえでももしグレーで噛まれた人が新狩りで乗っ取りとかってのもあるから。 え俺、出た方が強いと思うんだけど、だから、そこは目線合わなかったかな。一に関して、まあ7、七八、まあ、この二周目、聞いた間に考えとくわ。以上、一番のプレイヤーは発言してください。三一でカリードを出たら、あの狼も神先がカリードに絞れる。まあ、カリードが怖いからどっちみち、どっちしても出た方がいいんじゃないと思ったから。そこだけの考え方の違いかなっていうところで、別に九番さんは特に何もないかな。私も出た方がいいとは思ってるから。 なんか意見の違いっていうよりはなんか視点の違いというかどこに視点を置くかっていうのの違いかなと思いました。で、一、え、瞬、っと、2番さんが七番、えっと、出現して7番さんに触れましたよね。で、その後に7番さんが連動で出たからもしかしたら27ローローで囲い、えっと、からの えとまあ、理由としては2番さんが、えっと、7相方でそれを忘れてて白出したら忘れてて7番さんに触れちゃったのかなっていうところで考えてはいたけど、まあ、でも発言順的に6から始まってるからそれはないかなっていうことで否定しておきます。えー、7八に関しては7番さんはグレーの先生がもちろん欲しかったっていうところ、えー、8番さんに関しては9白いと思った理由がちょっとよく分かんなかった。 ままあローラーでいいいかなと思いますえー、っと9番さんに言っとくと3番さんはえー、っと7の印象悪い延長してまで言うことだったかなっていう発言だけだったと思いますえー、っとそうね345で2番さんが7番さんに触れたっていうのをもうちょっと触れてほしかったな聞いて聞かなかったふりしたのかなとも思っちゃったかな6番さんの位置にようやく出たけどで、えー、5番さんに関しては特になんもないな まあ2四だったらやっぱり致命的だったんじゃないかな7番さんの印象をつけちゃったのが2番さんは4番三振目でいいと思ってますかな以上です 2> 2番のプレイヤーは発言してください、はいあ俺7番触れたけど別にさあれじゃない俺は強人も追ってるからまあ別にうんって感じなんだけどね で、俺、白先が7だから、俺は8から行く。まあ8、8、強か狼かっていうのは、まだ分かってないからね。で、8を落として、えー、黒であれば、4番が強靭っていう形に、俺はなるんで、まあ、白だったら7も俺は釣り切るよ。うん、っていう感じ。で、えー、まあ、 一番番臭いの3番かなって思うねやっぱりだから普通白先に触れるっていうそのツッコミが直後であるはずなんだよね、うん、だから俺3番結構怪しいなと思ってる、うんうん、今日は8から行ってで結果次第で4番の色が分かるかなって感じで3番は臭いって思ってます でまあ、5、6、19は、まあ、今のところ移動値ないしですね。まあ、そんなところです。仮はまあ潜伏ですね。はい、以上。3番のプレイヤーは発言して,て,言してください。<laughs> うん、まあ占いの精査は、まあ、俺、まあ、グレー、占いの精査、俺、まあ、6がめっちゃ気になってて、気になってる理由としては、 なんか6って進行一番最初に例決め打ちって言ってたのになんか急になんで2周目になって例炉ラに変わったのかもうマジ理解ができなかったんだけどえあなた決め打つ決め打つんじゃなかったのと思ってどこでそこが変わったのかだから、まあ、6の言ってることは、まあ、まあ2がそういう発言をしたんだったら2の偽要素にはなるんだけれども なんか6が気に6が意味わからないから4番4番ってどうなのかなと思ってる。まあ、もしくはね、ねっていう感じなんだけどね。どこで思考が変わったんだろうっていう。まあ、決,めう決め打つって言ってたのが急に、まあ、俺それ,だけがそれだけがめっちゃ気になってたんだけど。誰も言わなかったけど。<laughs> あとはまあ、九まあなお、進行論、進行論のことばっかり言ってるから、まあ、特に色落ちはないんだけれども。うーん、まあ、6が、まあ、6がね、オオカミだった場合って、オオカミれないから、バ外行きますか。<laughs> じゃあ俺は8に入れます。4番のプレイヤーは発言してください。さいはい、4番です。お願いします。霊能は7から行こうかな。えっとまず7から行きたい。理由としてはえっと7番さんの8。ローの視点がマジで分かんないかな。だって8番さんってもう5。6がめっちゃ2をぶった叩いてもう絶対8。ローなら2つれんじゃん。 っていう場面で八郎ですらする意味が全くないんで、八郎は絶対ないでしょ。その七の視点がすごいおかしいと思ったし、八郷でもすら弱くねえと思うから、まあ強なら一応利点もあるか。でも八郎はほぼないと思ってるし、まあ番さんの方から釣り入れたいかな。やっぱの視点がすごいわかんない。まあ例のほぼローラーかな。ほぼローラーだと思ってる。明日黒見つけない限りローラーですかね。 で、今めっちゃ気になってるのが3番さんかな。で、なんかあの2の出現に触れなかったのは、えっと、誰が触れてくれるかなって、3番さんが触れなかった時点でえと思ったけど、言ったらもうその2の7への発言を、なんていうのがあったっていうのを、の次の、なんて次に2の,その7への出現を指摘した人すっげえ白いなと思ったら6が指摘しちゃったんで、5も指摘しないし、うん、どうだろうと思ったけど、で、ちょっと待って、その、 だから3がすごい黒いなと思って。2周目も3、意味わかんないんだけど、6を殴ってたけど、6番さん精査つかなかったら、例のローラーしますよって言ってたじゃん。発言聞いてないし、で、2番さんの発言も、なんか本当にそう言ってたならみたいなこと言ってて、発言をちゃんと聞いてない人の可能性もあるけど、どっちにしろ気になりますね。普通に殴らなかった狼もあると思うよ。 で、なんか初週の9の白い層ちょっと、なんか、うん、ちゃんと色みたいなこと言われたから言うと、8を叩いただけじゃなくて、その要素の取り方が進行論で叩いたんだよ。で、9がロ、自分も初週打た理由で2をローで、ね、見てるから、2九ローローだった場合、9目線8進に見えるから、あの、5番。あの、のプレイヤーは発言してください。うーん。俺3入れようかな。まあ、どうせみんなは例の入れるんだろうけど、俺ちょっと3に入れますね。えっ、ー、と、 最初になんか、えっ、ー、と、なんだっけな、2が7を触れたってことなんだけど、まあ、相数では2番のシーンは切ってるんだけど、えっ、ー、と、2番と7番に触れるときに2番の興味もないかなって話をしてたから、まあ、特になんか強人としての精査をしてるのかなと思ってら、そこは特に気になんなかったけどね。ただ、2番は6番と7番についての話もそうだし、えっ、ー、と、しい目に話した理由により2番のシーンはないと思ってるから、正直二番を釣りたいけれども、うん、 最悪その2番がンであったときに2番を釣ってしまったときのかなり負け筋がやばすぎるのと、まあ、多分5%くらいしかンとしか思えないけどなまあ95%勝てるって意味で2番から釣ってもいいかなと思ってるんだけどとりあえず3番が安すぎるかなでなんでかっていうと2番があれだけみんなから疑われ位置のところでグレー精査をするときに最初に3番を押していったからかなりライン切れとしか思えないかな2番ってだいぶシンプルな うんとまあ考察というか、オスツースタンスの人かなと思ってるから、あそこで3番のライン切りはかなりしてくる人だなと思ってる。えー、3番が仮 c e をしてないところもあるし、3番は仮ではないと思ってるからね。これは俺が仮かもしれないってことも言いいかもだから3番はかなり釣っておめかなと思ってるし、3番を釣って78に色を見てもらって、78の結果次第で78の、えー 進化にせかっての君に、明日以降君に打つっていうのでもいいと思うしね。だから、とりあえず3番入れようかな。えー、あとなんか6番について増えてたけど、6番ってめっちゃ白かったけどな。はい、じゃあ、俺3番入れますからね。以上。投票を始めてください。あ,ありえん、こらじゃないべ。 8番のプレイヤーが選ばれました8番のプレイヤーは発言してくださいはい、えー、7番を絶対ついてくださいねまずでそうですねやっぱ5級はうん白いんじゃないかなと思ってんだけどな まあ2番さん、万が一死んだったらあの、本当に頑張らないと、あの村からめっちゃ叩かれるよってことだけは言っておきますね。うん、まあ思考ロックの可能性ももちろんあるから、あ2番死んだったらマジで頑張った方がいいとだけは言っておく。7、うん、今のところまあ4死んで置いてるけれども、2番、う、さんが、うん、普通にあのちょっと考察が7含めた。あ まあ、狂人を追ったっていうのは、まあまあまあ、別にって感じなんですけど。まあ、とりあえず七つって、あの占い先をしっかり見て、占い師センサを守ってください。まあ、今のところ4シーン、取る四神。夜が来ました。目を閉じてください。 ツイッター見てたのがバレる <laughs> 音声流れちゃった <laughs> やべツイッター見てたのがバレるやっべ <laughs> まあバレてないやろギリあぶねあぶねバレるとこあった <laughs> やる気ないですやる気あります やる気はあるんですねえバレーとこだった朝が来ました昨夜は誰も死にませんでした 9番のプレイヤーは発言してください8白3黒3白えマジ5番借りたと思ってたんだけどうわーでもこのせいさん無駄かいじゃあしないわえっ、ー、と2え待って3番と6番が借りしようだから他グレー全員村確定よな、ね、いジか5番 <laughs> 5番スブラでそれやったんか え、じゃあどこ守りどこ守り ?36 どこ守りですか ?4 グッジョブうーんと真のいや違います。ええ待ってね。<laughs> ちょっと待って。<laughs> やべえまま、まとまんないけど。 ちょっと待ってね。えっと、村確定してるから、別にいらないですよね、センサーは。俺の。まあ、とりあえずは、7、7釣り眼ってなんか、え、待って、3、6、4守りでしょう。こんなしだった場合。待って、えー、で、4番が3黒、2番が3白。 え4狩リと思ええ待って四カリと思えねえんだけどな4番差がそもそも狩りだった場合って最終位置の5番差にヘイト向けられてまあ全票あのー、何だろう4カリどうしたどうしたその集まると思ってなかったって言うかもしれないけど3番が狩りだったら出てもよかったんじゃないの3番がカだったら出てもよかったって思うんだけどで昨日のあの6倍のヘイトの向き方がよくわかんないから3番差はうに黒いなと思ってて あの5番さカリゾーと思ったはい以上多分言い間違いかな九番さん4四カリって言ってましたよ今、まあ、いいや3カリの言い間違いかな3番さんはえー、っと6番さんのことは気になってたんですよねで6番さんのことは気になってたから4番さんのことも気になったんですねで4番さん守りですか流れが不自然すぎませんか ってところですかね。あとは四六2番33番3視点は462狼になるんですかね。どういうペアセットになるんですかね。ここ。えー、っと2番33番3はどこの2狼セットになるのかとあとは3番3に関してはなんで4番3を守ったのか教えてください。かな。 まあ3釣りでも良さそうだけどな3番さんの6番さん殴りっていうのが、まあ、話聞いてなかったし5番さんの言った通おりでの決め打ちはねあのわからなかったらあの、ローラーでもいいとも言ってるし、まあ、9番さんの言った通り3番さんが今日えっ、ー、と仮1なら 出たたうが割とと良かっ四、えー、番さん守るなら守る意思があるならなおさら4目線のグレー1を狭めた方が良かったと思いますしね。とかつ6番さんのオオカミ目がないっていうところと4六のオオカミ見れないから2三じゃねえかなあとじゃあ2番さんあそっか4六。6 6の黒要素もあげたしかな2番さんは 2>, 2番のプレイヤーは発言してくださいはい、えー、ともし8番が真であればもう3番さん真なんで、えー、RPP なんじゃねえのこれだから、えー、と必ず7番さん釣るっていうのが村目線の思考だと思うんだよねだから俺は7番さんに入れるようん で、46狼なんじゃないですかね。うん。まあ、ワンチャン6アーマーの可能性もあるんだけど、まあ、多分46なんじゃないかなと思ってますね。はい。ええ絶対に今日3番さんじゃないです。7番さんからいかないと、村負けます。えーと、俺のシーン、えーと、数パーセントでもあるんであれば、あのー、それ、うん、まだ、 あのー決めないでください、うん、えっとー4番が偽っていうのは3番さんしか知らないから、ね、うんだからあーとー7番さんが強人の可能性もあるんで7番さんから釣ってくださいえー、7番さんからいかないと村負けます絶対にはい頼みますね以上三番のプレイヤーはさっきの試合とはまた別じゃない まあこれはダメですね <laughs> えっと46の朗ロ々ーローなんですけれども <laughs> とりあえず7つりましょう7つって <laughs> ああ面倒くせえな <laughs> うーんまあ7つって で、グッチョければ、俺がグッチョ長を起こせれば勝ちなんだけど普通になんか 4, 4連紙された時は面倒くせえなと思っててなんか村人がロックしてるからそのロックをどうやって外そうかっていうのとまあ2の新芽があまりにもないので一応4を守ったのは普通に4音にせ押して、まあ、4紙をぶらそうとしたけれどもまあ村がね <laughs> 目を似せてみてるから。さすがに売りがある。まあ、ただ、村支店四が真っていう声があるから、四を守ったっていうだけですね。ねそれだけです。さすがに売りがあるんじゃない。っていうぐらいかな。六っていうのは普通に。あの、思考の反転がおかしかったと思っていて、まあ、それを俺は言っているだけなので。で、別に、なんか。出ればいいじゃんって言われたけれども。まあ、それだけで偽要素。 として見られたら、ら。れたもう反論の余地がないからなだから4が連絡されたら負けるなーって思ってるけれどもまあ連絡してくんのかなこう言ったらだってグッチョボ来たら勝ちだからな村の。じゃあ4番さん今日勝負してくる4番3択3分の1の勝負7をつって以上 4番のプレイヤーは発言してください。はい4番で3分の1の勝負って何を言ってんのど,どういうことちょっとわかんない。カリとかそういうことえまず23って今日7つる視点おかしくないいやだって2って。 じゃあ7ってマックス強じゃんあなたたち視点自分は昨日27もほんと少しだけどあるかもしれない5%ぐらいね5%ぐらいあるかもしれないと思ったけどもう3ロー確定なんで37をさすがに追えないので自分今日決着つけてもいいかなと思いますけどまあ7釣りも飲めるんだけどだって2番さんってささんって今実際4進で見てる人が多いから入ようとしてるんでしょ だって、7つる意味ないじゃん。遅延でしかなくないあなたたち目線。だって、まあ、2番さんは7に白結果出てるから7いかないっていうのはわかるけど、3って一応、さ、新容、OK、器はできてないけど、7を新に見て8に行ったなら7そのまま残すてしまう。2すかあ線絶対強いでしょ。にもかかわらず、3番さんって4に行きたいの。あ、じゃあ4じゃないわ。7に行きたいの。その線結構黒いよ。 で3番さんのなんかみんなが4なんとかって言ってるから4守ったって言ってるけど3目線って4のななし追わないのいや俺結構盤面整理をして、まあ、自分紙なんだけど3三ローの目線って、まあ、3がおかしい発言あったらそこ突っつきたいから3二ローの目線を考えたら結構いや待てよこれあるのかあれじゃあ3二ローで4噛んでるから3番3目線での4紙って発言が出たんじゃないのかなと思って。 だって三番さん死んだったら、神なしっていうあってよ、よあの、コーが浮かばないな言葉のチョイスが気になってきた。4ローだったら、自分感だらダメじゃん。だから、その3がなんかすごい焦ってるようにしか見えない。うん、ってか焦ってるんだよ。冷静にできてないもん。今日、2 3りもありだと思うけど、どうでしょうか、5番さん。5番。のプレイヤーはー、待ってワンターあるかこれあのー今日は3番に入れますね、私は。 まあ99%ぐらい勝てるんじゃないかなって感じかな。待てよ、ワンチャンあるな。言葉のチョイスが気になるんだよな。えと要はもう一回グッチョが起こせれば縄が1つ増えるから勝てるっていうので考察をしていったと思うんだけど考察っていうか自己主張をしてたと思うんだけど4番がもう一回ンが見されたらだめんどくさいなって話をしてたんだけど3番目線は4番ってもう人外確定してるわけだから4番が仮にンが見されたって としても別にいいんんじゃん3番目線。まあ、そ,ういうその結果、4番が地上したってことになるんだけどね。大丈夫かな大丈夫かさすがに日かな本的に ?3 番目線。だから別に4番がもう一回構まれようが別に3番目線いいでしょむしろ3番が真の狩りだったとしたら、俺は159どれかを守,る守ってグッジョブを起こさせるくらいやってやるから的な話だったら、まあまあ分かるんだけど、4番が連が見されたら、 めんどくさっていうか別にめんどくさくなくないで6番がカリでで6番ってさそのあの2番に対する偽要素もちゃんとあげてたし6番って全然人外,人外要素全くないから3番が偽としか思えないんだよねだから俺昨日も言ってたけど23労,労働としか思えない78どっちかは全然分からんけどなんかぶっちゃけそこはいいかな。 7, 7番がローとかって別に追うこともできないしね。2番って7番に、えー、と白結果最初に残してて、もし27ローロー,だ27ローローだったとしたら、7番が赤文字で狼出てる中、7番についての話って2番はしてこないだろうしね。だから23ローローでいいと思う。今日3番入れます。以上。4番、真決め打ちます。6番のプレイヤーは発言してください。ようやっと回ってきた。 えっとですねなんか捏造されてんなって思っててまあこれもし私が何だろう言ってたつもりだったんだけど言えてなかったらマジごめんなんだけど3番さんの言う私の思考の転換がおかしいってレロは決め,、えー、と決め打ってもええって言ってるのになんでローラーになったんかって3番さんは私に言ったけど私は普通に分かんなかったらローラーするって言ったんだけどね。 まあ言えてなかったらこれはなんだ後付けになっちゃうかもしれないけど私は言ってたつもりだからなんか普通に捏造してんなって思ってたけど、はい、でまあ1番さんの本当に言う通りなんだけど、まあ、私が棋士でなんで出たかったっていうのは2番さんの占い位置に入ってなかったからね、はい、2番さんって3番さん怪しいって言ってたからでまあ4番さんにはもう普通に最初から白もらってたから まあ普通に出る必要ないし、私視点4番さんに囲いないから、普通に。で、2、4で比べたら発言が圧倒的に2の真なんか追えないから、4番さももに。で、四グッジョブ。で、3番さんが、ほんまに、えー、自分をなんか岸借りるって言うんであれば、えっと、4から、まあなんか言ってたけど、3番さんがなんか村目線、なんか4芯でもう一回4グッジしたっていう。3が真だったが、普通に4から明らかに、なんだ占,占われる可能性高いんだから、普通に。 無駄占いになるんだから出ろよって普通になりますけどね。私がその立場だったら出ます。3が。私がその3の位置に立って4からなんか叩かれる。え、嘘。ああ <coughs>。え、聞こえる聞こえなかったらあよかった <coughs>。はい。まあ、とりあえず今日はまあ普通に私は3いきます。はい。あの、これでまえ、ちょっとそれは怖いな。四番さん。4番さん、<laughs> それは怖いよ。 はい、とりあえず今日はまあ普通に3つってください。はい、これで負けたらちょっとマジ気づけ、4、<laughs> 大丈夫。7番のプレイヤーは発言してください。はい、もうほぼ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 勝ちでしょ、ほぼほぼ勝ちでしょ。えー、2番さんって、えーと、2番さんっていうのは僕にしろ結果出てるんでしょ。だ僕が教師なわけですやんか、2番さんってなんで今日4かいかないんですか 教えてください。3番さんっていうのは、2番さん、4番さんから転もということは、しいんですやん。ということは2、2なら、俺、マックス強ですやんか。マックス強ですやん。6番っていうのは、対抗の、あの、狩りの対抗出てるんやから、6から通用する普通じゃないんですか。もう、2、3、ローでしか見えないですよね。はい。自爆案件ですよ、こんな。絶対無理。勝てない。2、3。 うん、俺の、八の白に見えてるから、八は強人なのよ。二三ロー,ローです。100%二三ロー,ローです。なんで俺から釣るの二番三。あ、おにぎり食べたない。強人から釣るゲームですかこのゲームっていうのは。勝てないですよ。うん。三番んもそう。強人から釣るゲームじゃないです。黒い人狼から釣るゲームです。はい。二三ロー,ローです。はい。 それ以上いいことないですよねさすがに兄さんか3で回すって感じです以上です投票を始めてください安定進行おにぎりのりがパリパリのおにぎり食べたくなってきた三番のプレイヤーが選ばれました ワンチャンないかな、四がさ、四番さんが。黒いって言ったのが。めっちゃ引っかかるね、ねも、それだけだけど。三だけが村で正しい選択をしている。人だと思っていて。えっと。まあ、七、まあ、俺七が新だと思ってるから、まあ。七が偽だったら負けだからいいんだけど。七番さん新だったら頑張ってねっていうところと。まあ、方ほぼほぼ。二番の発言で。無理だもん。 だだっって2番がななんんけど無理なんすよえっと俺にはそれほどのスキルがだって2番視線破綻2番目線って4六の朗朗でしかないのに4六の朗朗だと思うとか言っちゃってるからもう2のえっと俺の2戦目が上がってる中で2が目を取れないからもう俺はオオカミにオオカミを挑発してグッチョボを出すしか勝ち筋がないと思って 花々を釣ってグッジョブ起こせば勝ち確だからね。これ仮ローラーワンさんある？えっと九番さんと五番さんようには言う,う,うと九十九パーセント勝ちだと思っているじゃないですか。グッちゃグッジョブが起きれば百パーセント勝ちなんですよ。あのー、多分小学生でもわかる確率の差なんだけどそこを 4かまで、あ、でしょ。で、6つってさ、終わらなかったら2釣りで、どう ?7 番が死んだったら、白結果見えるから頑張ってねとしか言えないんだけど。まあ、俺若干7と8だったら7の方が死んだと思ってるから、ただ7が頑張ったところで2のこの発言だと俺は勝てないと思ってますね。で、唯一の勝ち筋が、俺が、えっ、ー、と、狼が4の地紙を、4が地紙した場合ってもう釣りながら23に。ああ、って考えたよ。 結構説得するのが面倒やっぱ7釣るべきだったよな。挑発に乗って三三択を成功すれば勝ち確だったんですけどねっていうところです。夜が来ました。目を閉じてください。初日ああ。 じゃあ例の77676の順でさ釣つったらどうだったかなまあラナの例の結果見て考えればいいか。 まあないだろうけどね。ないとは思うけど。気になるんだよなぁ。黒いよって言ったのが気になったのよな、ね、ぁ。3、黒出すといて黒いよって言うかね。そこは黒要素って言わないかな。もうその一点だけ、マジで。朝が来ました。黒いって言葉使わなくない黒出してる人に。昨夜死んだのは、9番。 1番のプレイヤーは発言してください3白6黒ゆうがみいやこれさ4番さんで唯一気になったのが4番さんってさ3黒出してるわけじゃん3黒出してるのに3番さんが7番さんに行くのは黒いよって言ったんだよね黒いよって言う黒いって言葉使う黒出してる人に。 グレーの人に対して黒いって言わないそこだけが気になった。旧神。これさ、4、46、待って、ちゃんと考える。46で2郎だった場合、えっと、4番さんが連続で地紙してしまうと、6を釣って終わんなかったらっていう、6を釣って7が死んだった場合、終わんなかったからっていう論理が成立しちゃうから、 4を噛めなかったでかつ7でグッジョブが起きるようのは怖い方ら9をかんだ。わちゃんあるこれ。ないかー、まあ、7番さんの言うとおり2番さんが7いくっていうのはやっぱ無理があるよね。まあ、2番さんはあくまでえー、っと 6?6、まあ、かな行くなら。 なずりだけはないよねどうするこれなんかワンチャン、ちょ、5番さんとかにちょっと、5番さんさ、ちょっと一回1頭にセットしてさ、ちょっと考え直してみてほしい。まあないか。2、んかな。え、ないか。え、ないか、さすがに。2、んが黒いもんな、それ以上に。まあないか。 2番のプレイヤーは発言してください。はい、えー、ああ、すみません、俺も間違えたね。うん。いやー、そうだね、6番さんか3番さん、どっちか。ないか、さすがに。でも釣れ、釣った方が、あのー、まあ、7番さんが死んだったらもう分かってると思うんだけど、うん。だから2、2位さんじゃなくて、 3が白だったから 4, なんだよないかだからワンチャン7番さんが真であればうんとなん怖くなってきたな票表を合わすために6番からいってほしいですね。はい。これはな7番釣りはあれですね。間違えましたね。いや村目線は安定いった方が良かったのかなと思ってそうすると7番さんが。<laughs> えっと、強人だった場合、負けになっちゃうから、7番。いや、さすがにもう,番番う90 99%入算だと思ってるけど、今、まあ、俺が怖くなってきたの、ね、6すらするかしないかっていうのもあったから、46、まあ4は確定なんだけど、狼ねで。6はまだ分かんなかったから、まあでも占ってる黒だったから、もう46確定ですね。 だから7番さんが死ンであればまだ勝てる可能性があるんじゃない村うんまあ負けても俺のせいなんだよな村が負けたら本当にすいませんね本当いやーすげえ久しぶりにやったからちょっと考察待ってますレイヤーは 発言しさい。ああ、じゃなかった。ごめんなさい。ちょっと今、めっちゃ鼻水が出そうで。ごめんなさい。黒結果が落ちました。で、2は7強だったらとか言ってるけど、2目線ってもう7進しか終えないでしょ。7番さんでて強人だからこういう結果出してるんですけど、2番さんって7強だったらその時点で負けじゃん。 なのに何か2番さんは7強だったらゴニョ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 みたいなこと言ってるけどその視点がおかしいし1に1個殴られたんだけど3黒いよねっていうのは黒い要素って思ってもらえばいいですねそんな何にも意識せずに言ったんでそれはまあ言葉の早というかなんていうかそういうことなんですそのくなるにはやめてくださいで2番さんってなん昨日なんか7強靭で7釣らなかったら負けになるって言ってたけど2番さんは自分を釣られる気なのかな対抗釣っ というか、まあ、黒で六、まあ、番でも四番でもいいけど、二番さんってそこを釣る気はないのかな？だって、r p b r p b って言ってるけどだ、それって自分が釣られた場合でしょ？二番さん、え自分だってもう釣られる前提の話をしてるから、二番さんって、まあ、その視点が真じゃないっていうのは分かってくれるかな？ 3の4連カミていうのもわかんない。それ黒塗りしようとして言ったのかな ?3 の4の黒塗り要素があまりにもないから、もう適当になんか連カミとか、なんか賭けしましょうよみたいなねことを言ってんじゃないの、3番って。もう黒要素をあげれないから、もう無理やり上げてる、3番さんって。しかもやっぱり個さすがに3の4守りもおかしいし、いや、もう無理かと。四五はおかしいよだって。46なら分けていく。46じゃないか それで4声っというのは3も出現していると思ってください。えー、今日2番さんに行ってください。お願いします。5番。さすがにねえか。のプレイヤーは発言して,言してください。あの1番さんからあれ頭をリセットしてくれって言われて、まあしょうがねえなって,言ってリセットして、また最初から考え直すかって,言って考え直すじゃん。うん、もう無理だね。2番がもう黒としか思えないもんだって。<ー>リセットしてもね。まあわかる。だって2番ってさ、 7番に緑色,の緑色のマークがキングクロッチっていうのがね、緑色になってるのに、7番に行ってくださいって言うんでしょう。考えられないよね、まず。無理じゃないどうやって2番のシーンをそこから組み取るのっていうふうに思うよね。リセットしたとしても。 1周目の時点で3番って結構黒かったしね、俺だってもうめっちゃ3番行きたいって話してたもん。3番がまず黒すぎるでしょ。うん、あ、かる。その3番に指導を出してる2番がまず黒いでしょ。わかる。なおかつ2番っていうのは緑色のマークが出てる7番に対して釣り,釣りましょうって発言をしてる時点でまず黒いでしょ。私、まあ、初日も触れてるし、ね。2> 2 いやー無理だなそれを死んだったとしたら、無理か。二番が死んで、二番が死んだったらどこになるの二番が死んだったら三が死度で、えっ、ー、と、四六ロー郎ロってことか。四六郎をさすがにねえか。ええー。まあ、八五まあ、こないないとは思って言ってるけど。よくわからんけど。まあ、二番でいいんじゃ負けたらしゃあないんじゃんだって。そんなとこ追いますって感じだけど、四、四行きますって感じだけど、無理だけどね。 人道殺やってて4番に入れたことはないな、この局面で。だ2番に行,け行きますわ。ないか 2>, 2番に行って負けたら1番にペン先を目のところに叩きつけるって感じかなやめ <laughs> なんでだよ何でだよしてください <laughs> 普通に村勝ちますから。えっとですね。普通に23の七の7 8、まあ、7が強陣で8が死んです、はい。えっとですね。 何,だろう何言えばいいかな、別にもう何も言わなくても勝てんじゃねって思うけど、あちなみに、護衛は5番さんね。5番さん、護衛したのは、とりあえず1番さんはかま,まれないかなと思ったよ、投票から見て。で、5か9で迷って、で、5番さんが、めっちゃ4番さんのシーンあげもう決め打つって言ってたよね。だからもう普通に、もう狼陣営の <laughs> 邪魔でしかない存在だから、5番さんは,は。だから普通に5番守れ、思ったけど、9番抜かれました。 はい、って感じです。まあそんな感じですわ。普通に2番さんつってください。あの7番さんの普通に強人なんで、もう <laughs> 頑張らなくていいから、はい、2番釣りで裏勝ちです。さすがにねか。 7番のプレイヤーは発言してくださいうーんもう6がマクロケやねうん6がマクロケ俺8にしろ結果3にしろ結果なんようんえっと俺8があの俺の対抗イツだから8がえっと巨人かなと思ってたんやけど3がハリウッドでしょうん よくな,な気がするけどな。でも26では見えない4六になっちゃうんだけどな。俺目線ね。俺 <laughs> 目線。うん。じゃあもうないか。終わりだな。4, 8強靭に見えたってのもおかしいよ、ね。4, 七目線。七目線8。線って8強人3狩りだうん、でも2のシーンが上ないって5番の言うということが全くあったよもんな。2が沼すぎる。うん。言うということがわからん。自分、俺に、あの、緑が出てるんやろ。なんで釣るの ?2 のシーンを全くでも6ってさ、俺釣りな。 意味わからんな。お前につりちゃうの言うてる意味が分からんす六6番の。うん。5が一番まっとうすぎてさ、24の精査で言うと、やっぱり2、でも2が言ってることがおかしいのよ。でもさ、6って5守りとかそんなんないでしょ。お前、仮、あの、あれ、例の出てる俺を守るべきやと思うんだけど。 さすがいいんだにさすがに二だよな。さすがに二だよな。さすがに二だよな。二番。のプレイヤーが選ばれました。 2>, 2番のプレイヤーは発言してくださいはい、はい、の皆さんすいませんでしたまあ自分のせいです <laughs> いや<ー>いやーでももう一回やっても追えないよなやっぱ失言だったかンの黒いよはなあ言っただろうだから ほらーみんな、だから言ったじゃん <laughs> って言いながら2位投票してるけどいやーまあでも無理だなやっぱ急がみ。 二が狼だったら。二が狼だったら。九噛まないよな。朝が決ままた。あ、まじか。昨夜死んだのは。五番。 うわあ、人道の勝ちです。いやー、ってたかー。けどそこだけだよなー。マジかー。